曲がですね、シボレーブレーザーです。これは、アメリカンの SUV では小さなサイズで、街乗りは機動性の高さが売りのシボレーブレーザー。 4.3L V 型6気筒 OHV を搭載し、190馬力、34.5kg でパーツタイムホイールリートを起動。クラム4速 AT ルーム設定で、標準 LS に上級モデルの LT が付いてあります。で、S に対して本革張りのインテリア、コンパス、外気温度計、読書灯、ドームランプが設置された。さらに専用アルミホイールやボディサイドストライプなども特徴的で、特徴的な車なんですね。で、これが LS で328万円で登録していただくんですということです。まあ、これが出たのが1995年の6月に出まして、で、1年後の96年の11月になるとちょっとこう買う付きが変わり、さらに97年の10月になると大きく、顔が変わるんですね。こう横目の顔になるということなんですが、まあ、これは一番初期型、中型の、顔付きで、96年の顔付きですね。で、そうするとこのような、形になります。ブレイザーのね。でもまあなかなか、このブレイザーというのも、面白みがあってね、まあ、いかにもワイルドっていう感じがよく出てますね。で、こういう風になっていて、赤いブレイザーっていうのも珍しいですけども、まあ、これマジョレットのね、ミニカーです。まあ、マジョレットってフランスなので、フランス車がね、どっちかというと多いかなと思うんですけど、こういうアメ車なんかもね、まあ、マジレットからするのも会社ですけど、こういうアメ車な、出してくるっていうのは非常に珍しいのではないかなというふうに思います。どうもありがとうございました。